1968年のハンコック SCB-125 はアメリカ海軍が SX 級航空母艦を対象に実施した近代化改装であり SCB-27 海藻の対象艦に対し1954年から1959年の間に実施された。目的はアングルドデッキ装備をはじめとした飛行艦板の拡張による艦上機運用能力向上及び 公開性能工場にあった。イントレピットの緩影を、春工時 SCB-27CE 改装後、SCB-125 改装後で、比較イギリスでは、カタパルトの発明に続き、より初着艦を合理化できる飛行甲板設計として、アングルドデッキが考案され、1952年2月より試験を実施していた。 アメリカ海軍でも1953年より、アンティータムで同様の試験を実施した後、当時 SCB-27CE 階層の途上にあった、シャングリラ、デキシントン、ボノムリシャールの3隻に対し、アングルドデッキ化などを含む階層を SCB-125 と総称して同時に施行することとした。1954年からは SCB-27A、 C 階層を受けた艦のうち、レーク・シャンプレーンを除く10隻も同様の階層を受けた。本階層の後期は1年半程度で、SCB-27 に比べると、船体の基本構造の変更は少ないものの、後部エレベーターの移設や、艦首のエンクローズドバウカ等によって、外見上は大きく変化している。1963年の、ヨークタウン1970年の、 ボノムリシャール、ありがとうございます。